鶴崎直樹は日本のチェーリスト、作曲家。妻は、リヨン国立管弦楽団バイオリニストの鶴崎春よ。北海道出身。東京芸術大学音楽学部気学科在学中に、フランス政府級飛留学生として、パリ国立高等音楽院に入学し、1978年一等賞で卒業。 リオン国立管弦楽団を経て、リオン国立オペラに創立以来のメンバーとして、現在に至る。ミキ・タカユキ、レーヌ・フラショー、モーリス・ジャンドロン各師等に支持。リオン国立オペラでの活動に加え、ソロ室内楽での活動にも力を注ぎ、リオン国立オペラの室内楽シリーズに定期的に出演するほか、エクサン・プロバンス音楽祭、ベルリオーズ音楽祭などにも出演。 2004年には、J.S. バッハ、無伴奏チェロ組曲全曲演奏会のライブロック音を、ライブノーツからリリースし、レコード芸術で純徳戦に選ばれた。2011年11月から12月にかけては、東京で6回にわたる、チェロソナタ、室内楽シリーズを、野平一郎、渡辺健二、上田勝美、エビアキコラとの共演で行い、音楽の友、 音楽現代史などからも好評を得て、各方面から反響を呼んだ。近年は、作曲にも力を入れ、リオン歌劇上質内楽シリーズで2本のクラリネット、バイオリン、チェロのための、インプロンプチュツ2、ピアノとクラリネットのための、ある風景の記憶が取り上げられたほか、2011年のリサイタルシリーズでは、無伴奏チェロのための、リチェルカーレを発表した。編曲においては、 弦楽オーケストラのための展覧会の絵、弦楽30奏版、ゴールドベルグ変奏曲等を発表している。2012年より、リヨン国立オペラを退職、活動拠点を東京に移して、演奏活動の傍ら、更新の指導、および作曲活動を行っている。ありがとうございます。